若草シアントープノアナの全てのフィールドのマスターランクを達成した大福。今回はその修行の成果を若草に全力でぶつけます。過去最高はマスターの12ですが、果たして今回はマスターのどこまでいけるのか。大福史上最もすごい睡眠リサーチが来るので絶対にお見逃しなく。それでは本編の方どうぞ。さあ皆さん、おはようございます。私大福と申します。よろしく申し上げます。ということで今週は若草本島殲滅してみたー、どんどんパフ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 ということで、物騒な入りから行きましたけども、今週なんですけども、私ね、若草、シアン、トープ、ウノハナっていうことで、もう一旦ね、全部ね、倒しきったんですよ。全部倒しきったってちょっとよくわかんないけども。ということで、一旦、かなり強いパーティーになったところで、まあ、こういう風に見てもらったらわかんないですけど、トドゼルガとかね、結構強いやつがいて、この辺の木の実の数、エースのラッタとかもいたりするんで、まあ、なのでね、今週はね、若草で、いかにポイントが取れるかっていうようなところを行きたいと思います。凱旋期間ですね。思いっきり。だから勇者が魔王の城まで行ってレベルを思いっきり上げた後に、また自分の村の周りでドヤ顔しながらモンスターを狩るみたいな感じですね。魔王は倒せてません、ちなみに。だからモンスターまだいます。またウノハネもいつか行きます。ということで、まあ今週はそういう形で若草やってきたんですけども、まあポイントとしては、まあ虫と電気とノーマルなので、俺電気ライテウいるっちゃいるんだけど、俺まだそんな得意じゃないので、これ今ノーマルしかハマってないんで、せめて、ノーマルと水とかそんな感じで2個ぐらい木の実の数エスと合うやつところまで行きたいと思います。なのでフィールド移動しますさあまずは5枚買いましたよ。ということでフィールド移動していきたいと思います。さあフィールドボーナスももう 30% になってるからさ、結構まあ料理はあんま気にしなくていいかな、料理どれになってもいいかなって思うので木の実を優先で見ていきたいかなっていうふうに思います。おあーじゃあ無限リセマラ編行きたいと思いますかっこ課金かっこ金がかかるリセマラ、悪とゴーストと飛行、悪くないんだけどな、飛行ノーマル氷、まあ悪くはないマジで、トドゼルガも使えるしね、まあただもう一歩ある、飛行どんだけ出るんだよ。飛行の呪いにかかってんな。ノーマル、いやー岩がいらないな。ノーマル草水かな一番の理想は。おエスパー珍しいですね、却下ねいやーなしだな。あー惜しいエスパーじゃなければ、おああ虫だまた虫だちょっと草の実と虫の実が似てるのやめてもらっていいですか。いや虫に阻まれるわマジで。おあ飛行に阻まれたもう課金します。まさかの配信外で1万の課金、ありがとうございます配信外もう呼吸のように行くから、もう時間かけないから。さあ、しれっと購入手続き完了しました。では、ダイヤ7000個購入できたということで、しっかりとこれで1万円を使っていきたいと思う。これフィールドエドチケットでどこまで行くかだな。ちょっとでもそれで使い果たさないためにさ、俺一回これ睡眠リサーチパック買わないといけないんだよマジで。ないんだよマジで睡眠リサーチパック。スパボがね、ちょ2個買おう、スパボがねマジで。よしよしこれでな、確保しとこうな、スパボ。お金があるうちにスパボって買っとかないとね、やっぱなくなるからマジで、なくなった時にまた困るから、しっかりと課金していこう。やっぱ厳選サイトに入ってきた広告費はこれに使うに限るね、やっぱり完全赤字だろ。金はあるうちに使って気づかずなくなってるぐらいがちょうどいい。今度こそこの10枚で引けなかったら俺もうどうしよう最初が一番良かったマジで。ただ虫の実がね浮いちゃうんだよね。浮いちゃう木の実作りたくないよな。浮きがない木の実がいい。ドラゴンとか渋で、格闘の実も邪魔になってきたな。格闘の実なあ、炎が邪魔だなあ。マジで虫に阻まれるわ。草だったらな今のが。ドラゴンかあ、と一個合わないな。最も合ってない。ふう、岩が邪魔、ゴーストじゃなくて。はい、10枚また無駄にしたのでまた10枚を無駄にしてしまいました。まだ行きます。来ない、いや惜しいどんだけ移動してるんだ引っ越し疲れするだろこれポケモンもマジで来てくれ、そろそろ。なんか来い、なんか来い、マジで無駄にならない耳つ、なんか来い。全部無駄全部無駄だ。多分結果的に最初が一番良かったな。いやなんて微妙なんだ、もう門合わせる必要あるかな。5分の4浮かないのが目標かな。さあ、お草、これいいんじゃないか。これさ、ここの最後の1枠にホイップちゃんを入れる。この最後の1枠にこれロイド合ってる、アルセーヌ合ってる、ベイブレード合ってる、でケルベロス合ってる、でビルゲイツ合ってないけど、ベースはここホイップちゃんにして、あと笛吹きまくるでどう。これでいいでしょ、これいいでしょ。ノーマルと草合ってて3つ合ってるんで、でケルベロスが合ってるんで、まあこれでいくわ。これは多分マジで95点、マジでようやく来た95点。はい、ありがとうございます。よかった、もう追いちかけにならなくて覚悟、
これ過去です。あ、でもホイップちゃん最後にして、ようやくベイブレードの活躍、みんな見たかったろベイブレード。じゃあこのパーティーでいきたいと思います。なんか茶色茶色と白ばっかだな。なんか美しくないなこのパーティー。泥臭くいこう。なんだ今週、うわ珍しくね、彼氏中、彼氏中どうしよう。ちょっと久しぶりすぎる、久しぶりすぎて全然食材も合ってない。まあ一旦キノコの方式カレー作っとくわ。なんかちょっと新しいレシピ開放しよう。ちょっとこの食事について全然合わないから今週多分どうしようかな。まあもう今週はバリバリ木の実でいこうかな。多分リンゴが腐るほど余る。まあちょっと料理って言うて10万エナジーぐらいだから、言うて10万エナジーぐらいってあれなんだけど1万だとしてもさ、21でさ20万でしょ。もう木の実でガンガンいこうぜ今週は。キノコの胞子カレー、まあ1万と1万はいくね。ありがとうございます。全てか1万いくんすごくないか。美味しいキノコが強いんかな。まあ最低限いいでしょ。料理毎回考えていかないといけないな。まあそういうのも楽しみの一つということでどうでしょうか。さあでは朝からめちゃくちゃなんか朝からめちゃくちゃダイヤを使う範囲になったんだけど、まあいいでしょう。今週はこのパーティーでいきたいと思います。ちょっと夜の笛吹き頑張りたいと思うんで皆さん楽しみにしてください。続きも見てください。よろしくお願いします。まずはフィールドチケットの分の高評価よろしくお願いします。さあ皆さんこんばんは、私大工と申します。よろしくお願い申し上げます。ということで若草に帰還しました。パチ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 深い意味はないです時々帰省したくならないこの季節。年末年始になると俺帰省したくなる病にかかってんだけどさ、なんか帰省したくなる。ここが俺たちの巣だろ。巣じゃねえわ、実家だろネズミの言い方。あ、ちなみにしれっと今朝のフィールドイートチケットで俺気づかなかったんだけど20万超えてました。金額ありがとうございます。おめでとうございます。20万高評価よろしくお願いしまーす恐ろしいね。ちょっと待って、リーダーなんでロイドなのちょっと待って、パーティーが気に食わん。なんでリーダーロイドなの。あとなんで汚ねえやつらなのこのピラそんな汚ねえやついねえじゃん。こっちだろどう考えても。睡眠者地区だろ、腑に落ちねえ。でまずこのロイドちゃん、リーダーまで格上げされたロイドちゃんですなんとリーダーまで格上げされたロイドちゃん、この子木の実の数 S とお手スピ S 入ってますね。で臆病でお手スピ下がってんだけど、経験値のね EXP 確率が増加してるんでなかなか可愛い子だなって思ってますでこれアルセーヌです。これさ木の実の数 S の答えなんだけど、木の実の数 S だったらさ怠けキング生ケツキングにするよりもさ、このままレベル上げた方がいいんじゃないかと思ってんだけど、どうなんだろうね。で、次、ベイブレードちゃんですね。ベイブレード、今週レベル上げたいんですよね。この、食材もめっちゃいい感じで、カカオ、蜂蜜、ネギ。で、木の実の数 S で、75までいくとお手棒がある。っていう感じですね。で、スキル確率アップが途中で入ってきて、で、身長でスキル確率アップで、食材確率が下がってるっていうふうな子ですね。スキルレベルアップも途中で入ってるっていう感じのキンキラキンのベイブレードちゃんですね。今んとこうちにいる中で一番強い気がする。で、次、ケルベロスちゃんですね。言わずと知れた。スキル確率爆上がり、元気回復量爆上がりの超元気型です。スーパー元気型。夜まで 100% で働きます。じゃあ、笛吹くか、まあ一旦。あれ、あんまり金がない。金ちょっと課金しないと。朝さ、マジフィールドチケットさ、2、30枚使ってんだよね。そのせいで、1課金察知した上にもう尽きた。そもそも俺なんか、強いポケモンあんまいないわ。なんか、まんべんなく強いんだけど、まんべんなく強いだけ。ただそれだけ。あんま突き抜けてない。さて、どれぐらいなんでしょうね。108474。皆さんメモよろしくお願いします。シュッ。108474。さあ、どうでしょうか。120489どうですか。12000、結構いくな。12000いってる、それすごいな。よし、じゃあやる気が出たんで、やる気が出たからさらに、おエロいのもやる気満々だねこのネズミ。じゃあまあとりあえず5個吹いていくか。まだまだです、こっからです。よろしくお願いします。ピッピー。ダイヤが少ないと落ち着かない。5ダイヤしかないじゃん、小指しかない。今俺の感覚上、今俺の体の中で小指しかない。感覚的にはハロウィン追加来ます。もちろん来ます。カボチャポケモンのカボッチャーが来ます。僕の勘では。新ポケ、他のポケモンのゲームにはない新ポケモンがポケスリで出ます。任してください。ポケモンホームで交換できます。お手伝いブブゼラ迷惑だろ中東の笛みたいな、中東の笛とか作ろうぜ。ちょ、課金しろおい、トークする前に課金しろ。バケッチャって何。バケッチャえ、カボッチャみたいな、いんのもしかして。俺を、パクんないでよ、カブボケ。俺がカボッチャ考えてたのに。パクられたんだけど。パクられたんで、ムカつくから金で解決します。てか、登録者数超える、もうすぐ。え、課金額登録者数超えるくない?これで。待って!登録者数超える課金額が。ということで、カボキさんに献上。献上しました。7000台、ありがとうございます!登録者超えました!おめでとうございます。拍手。高評価よろしくお願いします。
これでもう呼吸のにお手でホイスロー買っていく。あとなんか最近太ってきたから昼ご飯はサラダチキンにしてます。カリボンの方が俺よりいいご飯食べてる。最近でもクリスマスプレゼントはスリッパだった。てかこれもうマスター行くんじゃない。ちょっとアスターって何。マスターは7800。おあともう1000でマスター行くぞ。みんなマスター行くぞ。見ろ、見届けよこの瞬間。皆さん高評価の準備よろしくお願いします。行きます。さあ月曜から余裕でマスターおめでとうございまーす。よーし。まあ若草のマスターはねもうね余裕ですよ。まあ、はっきり言って余裕でございます。こっからですね。このアイテム考えたやつ頭やばいだろ。このアイテム考えたやつさ、ちょっと出てきてほしいわ。一回話そう俺と。このお手伝いホイッスルっていう闇のアイテム考えたやつ。このゲームは闇のゲームだ。俺のターン、ドロー。お手伝いホイッスルを守備表示で召喚。違うな。なんかお手伝いホイッスルもっと魔法カードとかだよな。はい、マスターネオン、ありがとうございます。いや、若くす、上がりやすすぎ。まあ、もうちょい吹くか、じゃあ。だいぶ全貌も見えてきたし、まだ吹ける。誕生日の時、ポケゴをつけて寝る時、ハッピーバースデー歌ってくれた。ピッピピーピーカーカー。ピッピピーピーピーカー。カッカカーカーカーチューカー。ピッピピー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 。最後、ピッピだったな。よーし、なんかいつの間にか言ってましたね。マスターの8と、まあ、初日マスターの8行きゃ十分だろ。さあ、じゃあこのパーティーでね、マスターの、どれぐらいかな？個人的には15を狙っていきたいんですけど、ちょっとでも、笛吹いてこれだと厳しいかもしんね。わかんない。15いけるかどうかわかんないけども、15いけることを祈っといてください。よろしくお願いします。では初日からね、437254っていうようなところまで行ったんで、ぜひ、マスターの8の景色、お楽しみに。いや、マスターの15の景色を。お楽しみに。ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさい。さあ皆さん、おはようございます。私、大学と申します。よろしくお願いします。ということで皆さん、今回についても皆さんに報告すべきことがあります。はい。この睡眠レポートの方ですけども、なぜかちゃんと測れていません。これマジでなんで？これマジでなんで？途中で切れてんだけど、なんか5時間21分以上いかないみたいな。なんか、ちゃんと、今回はちゃんとピッピッピ、なんだ、あの、ピカピカピカチューのやつもちゃんと聞いて絶対についてるっていうようなことを分かりながらやったんだけど、ダメでした。なんでなんだろうね。まぁ、ちょっとこれからは携帯の方で、スマホの方でちゃんと測ろうっていうふうに思うので、まぁ、一旦こういうふうになるのは今回までかなっていうふうに思うんですけども、なので、たぶんマスターの8ですけども、まぁ、ちょっと眠気パワーの方は、まぁ、ちょっと思ったよりも小さめになるかなっていうふうな感じですね。ちょっと悲しいけどね、俺は。俺は悲しいけどね。まぁ、ただ2回起きたっていうふうなことは、まぁ、原因が何かしらあるっていうことが分かったので、まぁ、その、うわっ！そしてここで色違い不思議だね。全然色違いって分からんな。これマジで分からんな。色違いなんかこいつ本当に。マジでなんで切れてるんだろうな。なんか頭の中はその疑念。まあ、みんなに起きた事象の話だっけ。え、やる気者出る。え、すごっ。ほい、こんな感じですね。まあ、起きた事象だけ言っとくとマジで分かんなくて、普通に長押ししてキラキラ星聞いて、でセットして、で普通に寝たらこうなった。ポケモン GO とか、ポケモン GO じゃない、ポケモンスリープとか一回も別に開いてない、寝てる時とかに。うん、ちょっとわかんないね。うん、謎、マジで謎。おお、仲良し多いな。お香も炊いてないけどね。まあ、とりあえず、まあ、やることは一個じゃん。まず色違いを確実にゲットすること。まあ、こんな感じでいっか。じゃあ、ゴース、不思議だね、やる気者、ゴーストっていう感じですね。ありがとうございます。まあ。なんか、あんまちゃんと寝れてなんか、寝たんだけどな、普通に。わかんないわ、マジで。俺が寝ぼけて、Go プラスを止めるみたいなのついてんのかな。さあ、じゃあ食材タイプのチェックからいきますか。どうしよっかな。じゃあ、ゴーストちゃんの方からいきますか。進化後のやつですね。ランダムだったよな。ということで、まあ、多分、D 評価ぐらいか。送っちゃいましょう。で、次、ゴースちゃんですね。身長がちょっと微妙いね。まあ、それでも C。まあ、だからスキンレベルアップ M がとにかく強いんだよな。まあ、金スキルだしね。では、色違い不思議だねの方。選んでいきたいと思います。色違い不思議だね。食材ゲット S だな。食材ゲット S。 お、え、あー惜しい。身長が、まあまあまあ、でもこいつは強いな。こいついいな。別に大食材スクリーニングするの忘れてるわ。ちょっと後で見よう。大食材、所持 M からの食材 M。 こいつ強いぞ。いや、いいね。 A 評価の不思議だね。色違い、え、これ使っていいな。メインスキル発生率アップも全然いい。蜂蜜か。あれ、不思議花、不思議種は、ポテトが2個目にあったらいいけど、まあ、蜂蜜食材、
まあ、蜂蜜魔人として採用でもいいな、全然。では、やる気者のチェックの方に参りますか。やる気者が、何こいつ、食材タイプじゃん。生まれ変わって食材タイプになってこい。むちゃくちゃ食材マイナス 0.73。おっしー、なんで食材タイプで来なかったんだお前。博士に送ろう。じゃあまあ色違い不思議なんで来てくれたんでね、文句は言わずに行きたいと思います。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また続きを見てください。よろしくお願いします。さあ皆さんおはようございます。ということで10月18日ですね。今日はね休みなんですけども、あれなんですよね、なんか11時59分に起きてやばいって思ってご飯をあげたら、あげてる途中に食材洗濯ぐらいで12時過ぎちゃって、なんかそれあげたら昼ご飯になりました。ブランチ。このポケモンスリープにブランチってシステムがあると思わなかったな。ということで朝ごはん一回逃してるんですけど、笛を一回吹けばいいだけなんで、はい、笛吹きたいと思います。今日のみそぎの笛吹くか、後でな。さあで、睡眠継続の方に行くんですけども、今回はねもうスマホで測りました。はい、ポケモン GO プラスプラスがちょっと2連続でああなってしまうとよくわかんないね。ということで11時58分に切ってるんで、さっき言った話も信憑性が増したんじゃないでしょうか。二度寝したわマジで。睡眠負債の溜まり方すやすや。睡眠負債の溜まり方エグかったんだろうな。あ、でもすやすやマジで嬉しいんだけど、個人的にはコラッタが出なければね。人影とかが出てくれるんだったらめちゃくちゃ嬉しいな。欲しいのは人影、日の嵐っていう感じですね。まあただそうか、今マスターの11、俺火曜日の感覚でやってるけど今マスターの11とかなってるから、えげついポケモンが来る可能性もあるのか。そうかそうか、なんかめっちゃ勘違いしてたけど、さあ何か来るでしょうか。炎ポケモン来てほしいな。お前かい。いつまでもお前。ロイドに兄弟ができるかもしれない。さあなんかいるかな。これはディグダか。ディグダ取ってもいいな。あ、メリープちゃんも取っていい。よし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 、いいな。やっぱ若草楽しい。取っていいってやつが来るのほんと楽しいわ。おモコンコン、そうなんす。おー、今話しやった。ガッツポーズ出た今。よし、日の嵐で絶対取る。で、日の嵐ちゃんですね。ありがとうございます。よし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 。おい、トープより出てんじゃねえかよ。で、10匹なんですけど、1匹はね、俺トランセルのお香を炊いてるので、多分トランセルがどっかにいるんですが、あ、いるね。お、新しい長尾できてんじゃん。やった。お、右なんか白い。これなんだ？これ何？おぉ！おぉ！化け物がいる。エアスラヒルミマンですね。対戦勢、昔の対戦勢みたいなこと言ってるけど。さて今日の化け物ポケモンですね、初めて見たわマジで。トゲキッスさんですね。はい、よーし、立ち羽ばたきね。星に。やっぱマスターに上がりやすいってめっちゃいいな。マスターの11だからね、まあ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 、いいのが来てもおかしくはないんでしょうね。おーし、今週超楽しみだ。さあでは、えっ、こいつ一枚となんぼ ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 22族か。22か。22よりも多いように見えたけどな。まあ一旦じゃあ22チャレンジしとく？ヒットポイント22族チャレンジ。恒例の。さあ1個目。これで、これでさ、3倍とか来ないとさ、ちょっと苦しいですよね。今日サブレ今週やばいかもしれないです。今週、サブレ課金が止まらないかもしれない。2個目。何個食うんだろうこいつ。3ぐらいはいける。4個食ったらまあ半分かな。半分ぐらいいってくれたらまあ一発でゲットできるとあんま思ってないんだよな、こういうやつが。お、4個目。 OK、 ありがとうございます。ここで大成功とか来てくれたらすごい美味しいけど、まあなかなか世の中うまくいかんな。なんかそろそろ満腹になる気配がするけど、もしかしてまだ行く。あ、まあ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 、そういうことはある。よし、まあガーディはね、強い個体がいるので、一旦この辺で我慢しといて、ちょっと顔見えないけど、顔見えない。かわいそう。顔見えないけど、まずトゲキスチャレンジはダメで、またいつか取ります。で、トランセルちゃんを取りました。これ、お香で炊いた子ですね。で、ディグダちゃんとメリープちゃんとモココちゃんと日の嵐ちゃんを取りました。ありがとうございます。これもしかして、はいー、カンストーしょ。ついに完走しましたね、リサーチランク。ありがとうございます。いやー、長かった。まあ、この後のリサーチ XP が蓄積されるかわかんないですけども、一旦完走したっていう風な事実は、まあ、いいことでしょう。ありがとうございます。で、これ仲間になるレベルが上がるんだよね、完走っていうか、そのレベルがあると。真面目、無補正か。いいね。さあ、それでは楽しみなね、厳選の方いっちゃいます。よろしくお願いします。全然ダメー。さあ、じゃあね、ちょっと料理一回逃しちゃったんで、みそぎの笛を吹きたいと思います。みそぎの笛と、あと、これも買わないとさ、サブレなくない？サブレや。
いや、ちょっと待って、課金しないと足んなくなってきた。早いって、マジで。早いよ。ちょっと課金しないと足んなくなってきた。まあちょっと味噌煮の笛1個吹かしてくれ。ピッピーっと。ありがとうございます。まあまあ料理1回逃してるからね。もう重罪よ。カビゴンにはその分代わりにね、木の実をあげないといけないんで。はい。さあね、それでは味噌揚げの分も食べてね、70万ということで、まだまだ行くよ、今週。まだ言うて火曜日終わったところの水曜日なんで、まだまだ行く。マジで15は絶対行く。なので楽しみにしといてください。もうでも今週この時点からこんないいポケモン来てたら、もうやることだらけだよな。はい。ではいいポケモン来ること願って、高評価とチャンネル登録この時点でポチッと押してもらえたら幸いです。それでは続きもぜひご覧ください。よろしくお願いします。さあ皆さん、こんにちはかな。はい、2時です。まあ、というのも、起きてすぐもう会議が、仕事の会議が始まったっていうのと、あと、ちょっと昼からは逆にまあ、休憩を入れて、ちょっと一応メンバーさんの特典とかをやってたみたいなところがあって、この時間になってまーす。さあ、睡眠どうだったのかな。もうなんか今、スマホで計測するようにしたんだよね。あれでモンボレやるのがちょっと怖いなっていう感じなんで、スマホで計測するようにしましたが、いかに。これはすやすやかな。あ、出た、特徴なし。まあでも、いっかな。若草の特徴なしは別にいいかな。いろんな効果来るっていうことで。だんだん、シアンの特徴なしとかはちょっと苦しいんだけど、若草の特徴なしは全然、久しぶりだな。でも2、3週間ぶりだね、特徴なしくんの。まあ、たまにはいいでしょ。よし。逆になんか、逆に嬉しいみたいなんない?若草いろんな子来るから、特徴なしでも。あ、うっつっ新宿だけはやめて。ごめん、全言展開。ネズミはやめて。汚らしい。ロイドに寄ってきてる、多分。あー、なんか中間進化が多いんだよね。でもレアファイルって久しぶりじゃない?寝顔としては。お、カイロス。あ、ドードリオ。あ、バタフリー。わー、特徴なし。なんか、あれだね、欲しい種ポケモンがいるかって言うとあれなんだけど、なんかワクワクさんって感じ。いろんな進化後のポケモン結構来て。このマスターの12ぐらいだと特徴なしでもとんでもない感じになってんな。では、こういった形で終了していきたい。ディグダ、バタフリー、ドードリオっていう感じでいきたいと思います。さあ、それではまずディグドちゃんの答えチェックからいきたいと思います。あ、そうだよね。B だよね。いやー残しとこう。うわー、50で食えめなところも地味に評価が高い。では、木の実タイプのチェックいきまーす。どっちかいこっかなー。じゃあ、ドードリオちゃんでいくか。ドードリオちゃん。おほほ、マイナス。まあまあ、でも、ケルベロスの飴になるっていう意味では、この子も本望なんじゃないでしょうか。この子の運命を自分で言うなっていう感じなんだけど。じゃあ、バタフリーちゃん。あー、リサーチ EXP か。最近なんかいい感じのやつ来ないなー。D 評価ということで送っちゃいます。じゃあ、今日は特徴なしでね、なんか絶妙な感じでしたけど、明日はいいのが来るんじゃないでしょうか。ねっホイップちゃん気持ち悪あらさ。自分で気持ち悪かったわ。ちょっとまた続きを見てください。ちょっと、鳥肌立ったからこれで切ります。ありがとうございます。さあ皆さん、こんばんは。私、アイクと申します。よろしくお願い申し上げます。ということでね、もうこっそりと、こっそりとね、課金したいと。もうダイヤが足りないんだよね。ちょっと見てほしいんだけど、ダイヤがね、もうこんでぐらいしか、225ダイヤしかないからさ、225ダイヤで何できるってさ、まあ一人投げるぐらいじゃんか、ダイヤの。もうなんか思いっきり、ちなみに全力で人に1円玉投げつけたことある？俺投げられたことあるんだけど、クソ痛えよ。人に全力でダイヤ投げるぐらいしかできないから、やっぱちょっとなんか変えるぐらいまで課金は1回だけしようかなって思ったんですけど、ロイとか元気を出してくれました。よろしくお願いしますと。いやー、最近はなんかこう課金をするときにさ、なんか、こうね、なんかね、こう、粘りみたいなのがなくなってきてさ、俺の中でも呼吸のにポチッと1万円なんだけどさ、やっぱ毎回お金の価値を振り返ることはしないといけない。こんな大人にはなるなよ。このやっぱりさ、このスムーズな課金。あ、やばい、パスワードが間違った。あー、なんかパスワード間違ったけどなんか言った。俺レベルになるとパスワード間違ってても大丈夫らしい。俺レベルになるとパスワード間違ってても課金できるらしい。いや、素晴らしいですね。課金が世の中を作りますね。僕みたいに課金でガンガンやるゲームじゃないんで、皆さんそこだけは勘違いしないように。さあ皆さんおはようございます。私、大福と申します。よろしくお願いします。ということで、10月20日、誕生日まであと2日ですね。はい、それが多分みんなにとってどうでもいいと思うけど。はい、今日はね、Go プラプラで久しぶりにやりました。ということで、まあ、無事計測できたということで、とても良かったのではないでしょうか。これはさすがに、すやすやじゃないの。もうわかんないわ、特徴なしの条件が。明らかすやすやだと思ったけどな。まあいいや。特徴なしだとしても、まあまあ別にこんだけのポイント貯まってるらそんなに悪いのは来ないかな。てか逆に言うと、残り2日間か3日間か。まあ特徴なしが来にくくなると思っているので、まあいいんじゃないでしょうか。Go プラプラでの計測ですね。よろしくお願いします。まあ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 、許そう。バカなネズミを、それでも許そう。ちっちゃ。ほぼ白じゃん。下が。
でこれ多分お生ケロス嬉しいですね。生ケロスは普通に飴が手に入るっていう部分が嬉しい。で若草の特徴なしはいいな。シアンとかの特徴なしはほんと地獄ですけどね。ゴーストちゃんで、せっかくならいろんなためポケモンが見たいなっていうふうに思っておりますが、いかがでしょうか。コイルちゃん、右に5匹もいるっすか。石粒ってうわっ、うおなんだこれはハーレムやばっ、初めて見た、初めて見たけど2匹見た逃げ気食らったわ、二重の極みみたいな二重の極み食らった。石粒でも真っ青だろうな、左にいる踏ん張りね、何を踏ん張っているんだリボンのような触覚か、触覚なんだこれ、気持ちをやるわけでくれるらしい。へー、で2匹目のニンフィアと寝顔も増えていいですね。これなんだ、リボン絡まりね激エロやばいな激マブだ。あまりにも刺激が強いから一瞬で次々に行ってしまった。これでもこんな、ああそうだね、ああでもあれの起きてる、やった。おディグドリオも来てる。うお、今日は大量だ。昨日課金してよかったな、サブレが大量に。ん、あ、バグったザ・ワールド。ちょっと一回強制終了しました。ちょっとまさかの。何これ大丈夫、途中から行く、ちゃんと。上のディグドリオちゃんがいなくなってるとかないよな。まあ。あ、オッケーオッケーオッケー。なんかバグったな。まあ、こういう時もある。うん。たまにはこういうバグも移していきたい。特徴なしだったけど、なんかニンフィアちゃんが出るぐらい。多分相当ポイント上がってるね。こういうレアポケモンが出るっていうことは。いいですね。お、ニンフィアちゃんチャンスで来てくれた。これ持ってるな、もはや。一丁前に22族。さあ、だいぶいくんじゃない？ 444 で16。2匹いる、あ、12か。ちょっと計算ができなくなってる。まあ、2匹いるから、何がどう転んでも基本的には手に入ると思ってもいいのではないでしょうか。スーパーボール。なんてかでも欲しいやつ多いな。石粒でどうしようかな。石原いるからちょっと飛ばすか。はい、インフィアちゃんゲットとありがとうございます。最高、いい感じ。はい、ニンフィアゲット。では最後、ニンフィアちゃんですね。元気オール S ですね。元気オール S で、お、食 M 珍しいね。なんか食材型のニンフィアちゃんってのも結構珍しいと言いますか。おっとり。まあでもニンフィアちゃんはね、シアンなんだけど、今のところ活躍できるとってシアンなんだけど、食材がね、カメックスと丸かぶりしてんのがね、結構痛いところなんだよね。まあ食 M っていう感じで悪くはないはずなんだけどね。はい。ということで、まあ一応残しといてあげるか。持ってないからな。さあ皆さん、いかにね、あの厳選が大変かっていうのは私の動画を見るとわかると思います。こんなに捕まえてもね、いい答えってのは本当に来ないので、すごい厳選大変なんで、皆さんあまり無理はなさらずという感じですね。それでは皆さん、でも、この土日月で今度は特徴なし出ないと思うんで、いいの出したいと思うんで、皆さんこの引き続きお楽しみください。高評価、チャンネル登録よろしくします。続きもよろしくお願いします。さあ皆さん、おはようございます。私、タイクと申します。というよりかは、こんにちは。かなあの9時がやったけど、昨日さ寝つけなくてさ、もうベッドにスイッチ持って、スイカゲーム寝つけなすぎてベッドにスイッチ持ってスイカゲームやりながらゴロゴロしてたら朝5時になってました。よろしくお願いします。4時間ぐらいスイカゲームで解けました。はい、まあ一応ね、あのポケモンの GO プラプラを起動させていたので、まああの、まあ基本的にはまあ睡眠ですね。それもはい、スイカゲームをしていたという名前の睡眠になります。目標にしてたマスターの15がもう見えてるぞ、目に。これは楽しみですね。その瞬間撮りたいんだけど、できたら。ちょっと、あと6000か。あ、行くじゃん、これ。さあ、目標としてたマスターの15、達成でございまーす。ありがとうございまーす。これでも笛の力っていうか、どちらかというと木の実の力じゃないか。結構木の実で行ったぞ、これ多分。まあ、笛ももちろんそうなんだけど、これかなり自分の力感出てるけどな。まあ、笛も吹きはしたんだけど、やっぱ木の実 S を3体かな、パーティーに入れてるのめちゃくちゃ強いんだな。これはいいですね。まだいけるんじゃないか。マスターの16が、あと28万か。ちょっと、そこまでいけるかわかんないけども、一旦目標達成ということで、目標達成のお祝い報告したいと思います。これ特徴なしだとちょっと悲しいけどね。まあ特徴なしでもまあいいんだけど、できたらなんかくっきりしたやつ見たいよね。そろそろくっきりした見せてくれ。多分睡眠時間は、うん、オッケー。
あとは、まあ、スイカゲームしてたぐらいかな。スイカゲームのせいで。これ特徴なしか、もしかして。おー、よかったー。まあ、くっきりしてるんだったらいいわ。オッケーオッケー、うとうとね。まあ、できたらすやすやでね。あの、人影とか見たかったけどね。炎タイプが欲しいんで、今僕。まあ、とはいつつ草タイプのフィールドになってるのも、すごくいい感じなのかなっていうふうに思うので、これも楽しみだしてもらいます。うとうとか。何が出るんだろうな。うとうとのマスターは15。うわ眠気パワーやば。皆さんでは、うとうとのマスターの15、楽しみにしてください。さあ、うえぇ、乗れない。そこは乗っちゃダメ。もうポケモン対戦ののしかかりになってんじゃん。の体格が近すぎて。やば。マスターの15になるとこんなんが来るのか。これはガチで驚いた。夢のかけらボーナス15,764。ガチで驚いた。やば。捕まえたい。お腹の上の不思議花。これは背中の中50回香りを漂わせながら眠っているよ。たまに見かける長い通路をしまい忘れて眠っている隙間はひときわリラックスしているかもしれないね。これは背中の鼻から甘い香り漂わせてるんだ。うわ、このカエル欲しい。カエルだよなこれ、多分似てるもんな。カエルだよなこれ。やったー。お、やったー、チコリータちゃんおるー。こういうね、心遣いが嬉しいですよね。で、バタフリーちゃんと。バタフリーちゃんもまあ普通にレアなんだけど、ちょっと今回あ真ん中のやつがレアすぎて、ちょっと真ん中のやつがレアすぎてやべ。まだつぼみ、真ん中のやつにほとんどのレア度は吸われてる感じかな。まあいいよ、もうマジでさらっといくか。やばい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 、これちょっとみんな、やばいやばいやばい、この景色見て、やばこれこれやばくない？アブソル不思議花バタフリー。発音クソよくなった。危険察知ね。お、アブソルの内側をコンプリートじゃないか。すごい、寝てない。全然寝てない。なるほどね。危険察知するんだね。アブソルの内側をコンプリートはなかなかいないんじゃない、こういうのできてるの。やば、寝てないこいつ。すごい。なんか寝るときぐらいなんかもうちょっと休んでほしいけどな。やばい、でもこれまでで一番いいリサーチだったんじゃないか、これ。ちょっと誰が捕まるかだね。まあ、あとゴーストとかもね。てかハロウィンイベントでめっちゃこいつ出るから、飴めっちゃ手に入るのいいな。俺のやばい化け物が最強になるぞ。レベル30化け物でキノコ持ってくるぞあいつ。やば、楽しみ。チコリータバタフリー、まあ悪くないね。チコリータバタフリー、まあちょっとでも不思議花ちゃん挑戦しようぜ。まあ多分無理だけど、多分無理だけど、なんか大成功が来る可能性だってあるじゃんか。そういうの信じてみようぜ。ピュー焼け石に水2個。ピュー半分いきゃいいな。あ、早い。あんまお腹空いてなかったかな、昼過ぎだしな。ブランチにはちょっときつかったんだろうな。で、アブソルちゃんありがとうございます。さあ、それでは今回こんな感じですね。アブソル、マダツボミで、バタフリーお腹いっぱいで、チコリータちゃんですね。で、不思議マナちゃんはお腹いっぱいということで、まあ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 、いいんじゃないでしょうか。いいポケモン見れたし、チコリータも見れたっていうふうにゲットできたっていうところですごい、なんか理想も現実も両方ちゃんとしたみたいな。これでしょ、これ。今日の音がこれでしょ、みんな。うえなんかすごいな。お、若草さんとのカビゴン評価15達成。お、バンの雨でかい。クソでか侍。クソでか侍なんですけど。いや、それではまず、マダツモミちゃんから見ていこうかな。マダツモミちゃんですけど、おお、スキルレベルアップあるじゃん。まあちょっとね、冷静。あ、まあトマポテは OK。まあネギが欲しかったなみたいな感じ。でもスキルレベルアップ A さんの結構、多分ね、ポイントとしては高い。だからね、元気チャージか。元気チャージだからちょっと微妙か。ごめんな。冷静は合ってんだけどね。冷静って結構実はきつくて、経験値ダウンしてんのって結構ね、苦しいんだよな。まあ食材、まあ将来的には一番いいスキルかもしんないんだけど、そこに行くまでがね、大変なんだよな。スキルレベルアップ M。まあ、エナジーチャージ S だからな、こいつ。で、オッティス PS と。これは、まあ、悪くない。うん、A 評価にはなるな。うん。ただ、S 欲しいな、この感じだと。いや、強いんだよ。エナジー計算上、こうなるのはめちゃくちゃ分かってて、まあ、ただ多分ね、基準値としては結構ギリの A っていうふうなところなので、もうちょっと上の A が欲しいかな。ちょっと妥協するにはまだ早いっていうふうな感じがするな。では、アブソル。アブソルちゃん、マジもう、お、あー、リンゴアブ、うわっ！いや、強っ！え？え？いや、ここに来て食材特化アブソル聞いちゃう。ちょっとどうすんのアブソル、マジでこれ。これさアブソル俺めっちゃいるんだけどさ、やばいこいつ。え？ま、こいつはまあいっか。こいつはちょっともう逃がしちゃおう。こんだけいるんだから、この
このスキルで確率系でお手番のかこれ、いやお手番あるはいるわ。ちょっとこいつはもう迷わず逃がしたいな。ここに来て食材アップ系のアブソル来ちゃった。なでもこのいやむずい、いやこれどうしよう、こいつら鍛えちゃったよ俺。嬉しい苦しい、こいつ強いこいつ強い。いやお手ぼリンゴアブソルか食材、いや食材お手伝いアップしてる方がいいだろこれ。苦しい、アップルちゃん25にしたのに俺。はい、よかった。まあ食材アップしてる子なので多分ほとんどプラスがなくてマイナスになるっていうふうなことですね。よかった。このチコレータも飴にしてみましょう。まあちょっとアブソルの運用についてはまたちょっと配信とかでねみんなと相談しながら考えていけたらなっていうふうに思います。ではまあホイップちゃんはまあ順調にレベル50を目指してますね。強っ。来週もこの木の実でやらせてくれ。ノーマルと草両方でやらせてくれ。いやただやっぱうちは強いのノーマルだな。わかったわ。ノーマルとなんかもう一個あって木のメースいるやつみたいなのがあったらうち多分相当強いわ。さあそれでは食材特化型アブソルでちょっと来ちゃったんですけど、ちょっと今後のアブソル運用についてはみんなと相談させてもらえたらと思います。アブソルマジでね食材確率あんま高くないからさ、アップしてるとめっちゃありがたいんだよな。まあ笛吹く時とかはあいつかなっていうところですね。まあちょっと今後の、アブソルの運用については考えさせてもらいつつですけども、とりあえずこれからも頑張っていきたいと思います。まあ今日明日でねマスターの16いけたらって思うんで、ぜひ皆さん新しい領域楽しみにしておいてください。それでは続きもお願いします。まず不思議マネタに高評価チャンネル登録よろしくお願いします。おやすみなさい。さあ皆さんこんばんは、私キナイフと申します。よろしく申し上げます。ということでアラサーからアラサーに進化する、そんな日が来ましたね。はい、感慨深いです。私もよくここまで生き抜いたということで、自分で自分を褒めるために今日は笛を吹きたいと思います。よろしくお願いします。あっ、ちょっとこれせっかく来てくれてみんなにネタバレしていい？いいよ。不思議だねの色違い来た。緑川光るどう？これ良さそう。どう、じゃあどうしよっかな。まずじゃあみんなに不思議そうへの進化見せよっかな。しゃーなしな。あ、レベルアップ先まあいいや。おや、緑川光の様子がじゃあ声優なんかいい文章だね。おや、緑川光の様子がすごいね、いいね。おお、なんかみかん乗ってる。緑川光は副次不思議そうに進化した。それ大化だろ。絶対緑川光のままの方がいいだろ。大化した。安室さんは絶対緑川光じゃないだろ。よーし、緑川光が進化しました。こいつの名前みんなで決めよう。白子。白子かっこよすぎる。ちょっと待って、かっこよすぎるだろ、それは。それはちょっとかっこよすぎるだろ。白子いいな。ちなみにもう一匹いるぞ。まあ俺的には、なんかこう、逃がす候補だから、まあいつどうなるかわからないという意味で、崖っぷちとかどうかなって思ってんだけど、どう？崖っぷち。アブソン、白子、崖っぷち、アップル。なんか、統一性ねえな。このチルタリスも、ワタアメ。こいつ、こいつだな。こいつ。こいつがね、多分使うであろう、木の嵐。まあ、カルシファーも可愛いわ。ゴーエンジゴーエンジかな今のところなんか、急に来た。ゴーエンジかもしれない、俺。ゴーエンジだわ。これ、俺の中でピーンと来た、今の。ファイアートルネード打てるぞ、ゴーエンジ。ハッピーバースデートゥーユーって言いながら、課金しようかな。あ、ダラダラしてるとマジでもう日が過ぎちゃう。いくぞー、今年最後の課金、違う、この年齢最後の課金。いやー、いろいろありました。20万使いました。ハッピーバースデートゥー、あ、やばい、なんか、いけた。なんか一回ブーってなったけどいけた。あ、歌が途切れた。なんかわかんない、トラブルがありましたけど、課金完了しました。ありがとうございます。リーダーはやっぱ巻き毛、やっぱ巻き毛だな。やっぱり。ホイップちゃんも入れるわ。全員集合。やばい。あと20、あと40秒。これで服は増え。ハッピーバースデートゥー増え。じゃあ巻き毛とね。うわー、いいね。これで服は。なあ、みんな。ちょっとこの子たちのを祝ってほしいわ。うわー、かわいい巻き毛登場。ついに。かわいい。下になんか猿もいるけどな。なんかオーガポンみたいなやついるわ、下に。オーガポンじゃねえわ。なんかイーネイヌなのか猿。なんとか猿みたいなやついるわ、下に。よし。じゃあ。吹きます。5! ん？待って、間に合わない。3、2、1、ハッピーバースデーよーし。吹いたな、これは。これは吹いたわ。よし。プレゼントくれたわ、こいつらも。3時間分のお手伝いっていうプレゼント。なあ、お前ら。お前ら、マジ特別だからな、今回。誕生日じゃなかったら、やっぱ特別、久しぶりに出たね、マキエちゃん。もう嬉しそうだ、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ嬉しそう。
ありがとう、みんな。おめでとう込めて、やば。やった、嬉しいわ、ありがとう。それでは皆さん、これからも僕はポケスリ頑張っていきたいと思うんで、今年のね、このアラサー大福もよろしくお願いします。それでは皆さん、良い夢を。おやすみなさい。さあ皆さん、おはようございます。ということで、後で報告になりますが、10月22日日曜日、今日は皆さん、なんと私大福の誕生日よー、久しぶり久しぶりのすやすや。昨日弟で、今日すやすやで、昨日の弟すごかったよね。真ん中にさ、不思議丸乗ってさ、ツイッターで出したんだけどさ、 X で重すぎるだろみたいな、絶対起きるだろみたいなコメントが殺到してましたから100キロらしいね、不思議丸って。カビオンちゃんはね、まあ、腹筋が違えんよ。お前らとはやっぱり鍛え方違うから、マジで。お前らとは鍛え方が違うから、マジで。なめんなよ、うちのカビゴン。うちの眠気パーが上がると強さも上がるとなんか乗ってますね、豚が昨日ほどの驚きはないから、やっぱり豚なんで、こいつに関しては。さあ、まずはヤドラン、ソーナンス、メイリープということで、まあジャブだったんじゃないでしょうか。では左からいくか。お、ニンフィアちゃんですね。昨日ん2日前か、2日前に特徴なしで出てきた子で、あれ、左が、あ、左もういない。多分とんでもねえポケモンが右にいるんじゃないでしょうか。大期待でゆっくり見てみましょう。ちょ、近づけようぜカメラ。あれあれ、あー、ライチュウちゃん。しかも寝顔が新しい。さて、もう一っ、トゲケーびっくりした、でっかみたいな影の時点で。はい、こんな感じですね。さあ、仲良しタイムが何で、うおっし、これはでかい。おお。おお。まあ、トゲキスちゃん狙いたいなっていうところで、まあ、3倍になるからボーナスアブレはライティウちゃんに使うと。これがどれぐらいいくかですね。4×3。12。でも22族だろ、こいつも。あ、じゃあ18族か。まあ、スーパーサムラあと2個で取れるっていうようなところで、2個。さあ、あと1個でゲットできますが、いかがでしょうか。おー、ライチュウちゃんゲットですね。これ、個体値楽しみだね。やっぱ、ライチュウはね、個体値見るのが結構楽しい。まあ、進化後で来てるってことで、でもし木のメスとかあったらもう楽だから、正直、その方が。ピカチュウから進化するのは、アメがやっぱ足んなくて大変だから、まあ、ライチュウちゃんをゲットできたのは、強行なのではないでしょうか。では、トゲキスちゃんですね。まあ、2個は食うとして、まだでもだいぶあるぞ。1。1、2、3、あと2個、 いけねえんじゃないか。2個で終わるってことないだろ、このこのフォルムでさ、胃がそんな小さいことないと思うから、さすがにな。さあ、頼むなんて野郎だなんて野郎だこいつ、マジでとんでもねえ野郎だな。いや、まあ、ニンフィアちゃんはね、もう捕まえたんで、まあ、いいかなって思っていて、で、まあ、プリンちゃんも、うちにはね、最強のヒーラーがいるんで、ホイップちゃんっていう。で、メリープちゃんと、あと、ライテウちゃんですね、捕まえました。まあ、コラッタについては、まあ、無理する必要なくて、またチャンスできた時に、モンボでも投げようかなっていうふうに思ってます。いや、トゲキッスマジ、いつか捕まえるからの前、マジで。覚悟しとけよ。じゃあ、ちょっとね、食材がやや足りないんで、微妙に笛を吹きたいと思います。よろしくお願いします。まあ、誕生日笛ですね。昨日も吹いたやつ。ちょっと食材のね、枯渇が激しいので、食材、やっぱ食材タイプを入れないとね、なんか今回ずっとほとんど1品も食材タイプ入れないままにやってるんだけど、やっぱり料理面で苦しいなっていう風なのは否めない、正直。ので、こういう形でいきたいと思う。よし。汚い奴らから睡眠者しげり。汚い奴らっていう名前。ま、汚いけどさ、ちょっと失礼だよな、これ。よく見たら。誰だよ、これ考えて。よっしゃ、135個。ここで大成功すると、とんでもないことになりますね。いうことで、大成功すると思ったけどな、しないんか。する前提でやった、俺今。まあ、でも2万2000ということで。はい、140万ということで、あと8万か。あ、でもまだあるな。まだ結構モリモリあるから、まあ、ちょっと夜まで待ってますか。結構行く可能性はあるね。誕生日でマスターの16行ったらね、俺も16歳だからちょうどすごいぴったりなんだけど。では、クソ寒いボケは、個体値厳選の方で、カットしていきたいと思います。よろしくお願いします。まずメリープちゃん、メインスキルエナジーチャージ M ですね。エナジーチャージ M、 お手スピ M と。結構本当に悪くない、シンプルに。うん、そうだね、シンプルに悪くない。ただスキル系のやつが欲しいな、正直。エナチャ M とかかかるんだったら、ということで送るのは送るんだけど、まあ悪くはない答えだったなっていうふうに思います。では今日の大本命、ライテウちゃんいきますか。さて、ピチューはいるんだけど、強い答えがいるに越したことはない見た瞬間見た瞬間
ほい。あ、でも C まで行ったんだ。はい、まあ C ですね。いや、なんか送ろうかなって思ったんだけど、まあ残しとく分にもいいかな。ライチュウちゃんがたくさんいる分には、なんか電気来た時とかに使い終わるかもしれないし、すぐ送る必要はない。いつでも送れるんだからな。そういう人質みたいな使い方していく。ネズミ自治。さあ、それでは全てを食べきったところで、まあ142万2946っていうところで、まあ、あと6万ちょいですね。ここって絶妙なんだ。まあ、増えなきゃいけるけどね。まあ、増えはできれば吹きたくないなっていうような感じなんですけど、まあ、今、昼の12時というところで、まあ、夜まで楽しみにしてください。どれぐらい行くか、ちょっと楽しみにしたいと思います。それでは、まあ、最終日にマスターの16行けるように頑張ります。それでは、皆さん、引き続きもよろしくお願いします。あ、誕生日なので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ガメつく行く。さあ、皆さん、こんばんは。誕生日がもうすぐ終わります。確実に1万超えるかなぐらい木の実集めてほしいなっていう風に思って、ちょっとね、粘っておりましたと。で、ちゃんとスキルも発動してくれ。これ、ホイップちゃんもスキルを発動する匂いがしたから発動しておきます。今日3、4回目。これでいくと、今俺元気効率多分やばいぞ。元気効率というか、元気すごいぞ。いや、やっぱ 100% 超えてるよね。やっぱヒーラーって大事だね。あ、超えてない。ちょっと持った。ケルベロスは盛らなくても超えとる。例えば、イブの動画で、木の目安のやつはブラッキーとか強いんじゃないみたいなことを言われたけど、まあ、それはすごい同意ですかね。まあ、とは言いつつ、まあ、僕はヒーラーを入れるから、ちょっと過剰になっちゃうな、元気っていう風な感じ。ヒーラーを入れないんだったら、木の目安ブラッキーは普通に強いかなっていう風に思います。でも、なんか、テロップフォローで評価上がるかなみたいな書いた思い出があるんだけど、ちょっと書いてなかったらごめんなさい。一応、口頭で補足しておきます。これ、ご飯あげなくても行くんじゃない？ちょっと、見守るわ。やばい、これ、あと4000ぐらい。4000ぐらい。あと身が、あ、10個切ってる。やばい、これ、行かない。いや、行く？いや、でも1個200ぐらいあれば。いや、行かないな。いや、でも微妙に料理を作れば行くぐらいにはなってんじゃないかな。やっぱいい色しとんな、本当に。あと1個で、あと6800だから、まあ、2400ぐらい。2400ってことは、まあ、木の実でも行くし、ご飯作っても行くかなっていうような感じだけど、ここでロイドが3つ持ってくる。ロイドの種やばいぞ、今。1個あたり172だよ。一回の落ちてる500ぐらい稼ぐぞ、こいつ。マジでやばい。木の実 S 部隊強かったね。じゃあ、せっかくだし、まあ、ダメ押しで。最後は蜂蜜カレーでも作っとくか。今まで通り。まあ、おそらくね、この甘い蜜をね、7個だけでも多分十分、エナジーは追加できるかなっていうふうに思うので、まあ、ここをちゃんと7個。135分の7。7個の料理なんて久しぶりに作ったな。こんなにアホがなくていいだろ。これなんか大成功する予感するんだけど、どう？やっぱそうだよな。なんかそんな気したわ。はい、無駄大成功ありがとうございます。あ、でもこれ大成功してなかったらギリ言ってなかったぞ。あぶねえ。あぶねえ。ちょっと舐めてたわ。大成功のおかげでいきましたね。さあ、このおかげで皆さん、はい、マスターの16の方に上がるんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。いや、バカくさ、マスター16まで来ました。はい、いや、感慨深いね。前にマスター12だっけ？まあ、4つ上がったっていうことで、かなりパーティーも強くなったんじゃないかな。笛の量そんな多くは変わってないからね。それでもこういう風になったってことで、かなり感慨深いですね。まあ、今週はね、マスターの16まで来たっていうようなところで、明日どんなポケモンが出るのか。これね、マスターの15と16の間、今見れないけど、がかなり幅があったので、多分またもう1段階、すごいことになってるのかなって思うので、マスターの16の景色を皆さんにお届けしたいと思います。それでは皆さん、楽しみにしてください。誕生日祝ってください。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今年もね、より多くの笑顔を届けられるように頑張りたいと思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。それでは明日、いい寝顔が来るように願っておきましょう。おやすみなさい。さあ、皆さんおはようございます。ということでね、今週ラストの睡眠計測になりますね。これもしかしたら、あ、そうだよね。なんかちょっとあったよね。なんか若干なんか押したのが早かったかなと思うんですけど、まあ1ぐらい下がってもあんまり変わらないんで気にせずいきたいと思います。99。逆にな、おお、強すやな、やったこれは俺、ちょっと期待のポケモンがいるんで、その子が出てくれるかは祈りつつなんですけど、気のせやせやかな。気のせやせやでね、まあ、なんだ、トゲキスとか捕まらなかったんで、その子とかが捕まるといいなと思ったりはするんですけど、なんか寝顔の方が、いいですね。てか、星さんの寝顔って俺、若くて手に入らないのかなって思ったんだけど、入るんですね。ちゃんと。よーし、じゃあ、ということで、おお中間進化のお腹の上根ですね。リザード欲しい。マジで。え、今週初めてじゃない？俺今週初めてだ、こいつ。やったらこんなもんじゃないでしょ。こっちとらマスターの16ですよ。これはいい V ちゃんですね。今週初めてだな。いや、いいですね。なんかネズミがいないだけでもちょっとスッキリしてます。はい。お、あれ、ニンフだな。お、ダグドリオちゃんですね。寝顔は新しい。早く新しい寝顔ミッション解放されてくれないかな。めちゃくちゃ寝顔溜まってきてるよ。楽しみだね。なんかぐっと、
グッドボーナスもらえるんじゃないかっていうのがちょっと楽しみですね。リボン絡まりね、結構死ぬほど、あーついネズミ出ましたねネズミ。まあまあまあ一匹は出るでしょうと。ネズミではいつも通り下側から行きますか。右下、え、なんだこいつ。あ、ペルシアンか。お、ペルシアン新しい寝顔だ。やった。しかもメタモンもいる。優雅ね。これなんかでも右上になんかすげえのいそうじゃない。メタモンちゃんですね。まあ、尻尾の個体を取りたいなっていう風に思いながらずっとなんかちょこちょこ取ってるっていう風な感じ。今日ガーディー、あと1匹ニンフィアちゃん。ということで最終日はこんな感じかな。なんか踏ん張って出てるニンフィアがニンフィアが踏ん張って出てる。まあ、はっきり言って最終日あんまだなはっきり言うとあんまりなんだけど、まあ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 、こういう時もあるということで、マスターの16に行ったけど、なんか特別なんか、すんげえ進化のポケモンいるというか、なんかニンフィアとか、なんかちょこちょこ第二進化のやつが、なんか小粒がちょこちょこ、中粒がちょこちょこいるっていう風な感じだったから、まあこういう週もあるよなっていう風な感じで、受け入れていきたいなっていう風に思います。ありがとうございます。さあでは、まあこんな感じかな。ちょっとニンフはね、仲良しに来てたんで、仲良しのやつだけ使いましたと。ということで、こういう感じでザラーっといきたいと思います。ありがとうございます。まあ最終日は、なんか本当ニンフィアとかね、本当レアなんだけどね、こんだけ今週見たらね、お腹いっぱいだね。お腹いっぱいなぐらい寝たわ。見たわ。じゃあちょっと今週はね、フィールド移動があるので、これで今週が月曜なんでフィールド移動があるんで、ちょっとさらっとこの画面で答えチェックしていきたいと思います。で、それでお別れしよう。まとめの一言もするんで、ぜひ最後まで見ておいてください。ああ、B 評価か。これ性格で下がったな。性格が、この中ではなんか性格でちょっと下がっちゃったなっていう風な感じですね。性格が不補正だったら A なんだよな。シュリスアップとオテスピがまあまあ強めだから。うん、なんとなくそんな感じがする。で、リザードちゃんですね。この子ね、めちゃくちゃ強いと嬉しいんだけど、肉。ショックエス、いやー、わー、いや、悪くないんだけどな。このなんだ、サブスキの種とかうまく使ってあげたら強そうだなっていう風な答えですね。いや、でもマジでサブスキの種使ってあげたらこの子強いぞ。サブスキの種を2個使ってあげたら、ショック M と、まあ、スキル確率 M で、オテスピ M までなるから、金スキルだけど、こいつで元気回復量なんだけど、基本的に俺の元気は、あの、福音ちゃんいるから、結構、あー、まあ、ボックス回復使うとええっていう感じか。これ、サブスキの種使ってあげたいな。サブスキの種使ったらめっちゃ強いんじゃないか。これちょっと考えもんなら、お嬢よりもこっちに使うべきじゃない？このリザード、あれだね、食材の厳選も肉肉ハーブで合ってるし、まあ肉神社ハーブでもいいんだけど、神社トープではちょっと重めになるから、肉肉ハーブでいいかなっていう風な感じで、いや、これありだな。この子、ちょっと候補というか、普通にあり。普通にあり。サブスキルの種2個使えば最強になるみたいな。1個でいいな、でも。いや、スキルか、今のうちに1個サブスキルの種使うと、食 M になるからめちゃくちゃ強いな。ちょっとこの子は残しておこう。いや、いい答え来たな。はい、では今週もお疲れということで、まあ今週はマスターの16まで行ってかなりスッキリしましたね。はい。で、地味にね、不思議マナとか、寝顔で行くと不思議マナが見れたっていう風なところでめちゃくちゃいい感じだなっていう風に思っていて。で、最後のとこで行くと、リザードあれ両答えだぞ、マジで。これは嬉しい。これは結構いい誕生日プレゼントになったなっていう風に思っております。ありがとうございます。では皆さん、今週もね、ありがとうございました。1週間ありがとうということで、バイバイカビゴンということで、まあ、こっから2週間かな。次、グッドスリープデーがあって、で、最後に、まあその次の週がイベント週ですね。ハロウィーンイベントがあるんで、ここからガンガン若草若草でやっていきたいと思うので、皆さんぜひ私の若草ライフを楽しみにしておいてください。で、多分この1週間のまとめの方は、お、かなり、料理エナジーは下がったけど、他のところの木の実エナジーやばいな。木の実感推し。まあここはね、最初がね、ちょっと良くなかったので、バンナーメンあんまもらえなかったですけど、良くなかったか、ゴープラミスったっていうような感じなんですけども、一旦ね、来週はエースの睡眠を出して頑張りたいと思います。では皆さん、来週も若草の方で頑張りたいと思うので、ぜひ続きもご覧ください。高評価とチャンネル登録、誕生日だったんで、誕生日プレゼントで高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。課金額もね、もう23万超えてるんで、23万高評価よろしくお願いします。誕生日プレゼントに23万高評価欲しいわ。よろしくお願いします。まあガチな。まああの、これからね、もっともっと課金する気にもなるんで、ぜひ皆さん高評価ポチッと押してくれたら幸いです。応援してください。よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみ。今日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさーい。